どうもこんばんは平井弘明です巻きますグリップテープ今から巻こうとしてるんですけど見たい人います <laughs> いるかいるかいるかなやるかいろいろ鉛の貼り方で右行く左行くとかあったと思うんですよこれ少なからず下巻きテープの巻き方でもその感じって変えられるんですよフィーリングを変えられるんでそれ今回やります平井弘明のワンドアップゴルフ <laughs> まずテープ巻くんですけど <laughs> テープの巻き方これ今バッファローテープで巻きますまずグリップを仮合わせするんですよこれがゴルフプライドだったらこの日本の白い線ありますよね日本の白い線のこの向きで上側にこうやってシャフトエンドを合わせるんですよこうやって大体でいいですよこれあとで下テープ切るんですけどこうやって合わせて下をこうやって大体のところまでこうやって合わせるんですよこの辺だなっつってでここ 印つけておきます、こうやって。持ってて、今、グリップ持ってましたら、これ今度、テープに持ち替えて、さっき、親指で押さえてたところに、こうやって、テープを巻いて、こうやって、螺旋で巻いていくんですよ、こうやって。これ巻くときのポイントは、テープとテープの隙間を、開けないで、巻く。 で、今切ったの見ましたあかっこつける一番のポイント最大のポイントでもうこのかっこつける最大のポイントもう1箇所出てくるんでもうちょっと待っててくださいなるべくこうやって隙間空けないようにこれでもちょっと空いてるんですよ僕今ブランクこれ7年ぶりぐらいに巻きましたでもこれだったらもう OK 範囲内そうさっきテープパッて切るときかっこつけるポイント1箇所やりましたけどもう2箇所目今出ますからこうやってテープ剥がすんです剥がすときのこうやって これ2ポイント目でこうやって剥がしました剥がしたらグリップってガソリンだったりグリップ交換液をつけて両面テープを滑らせてグリップ入れるんでシャフトの中にそれが入っちゃう液体が入っちゃうのをこの余白でカバーしますこうやってこうやってカバーしてこうやって閉じてこうやってねじねじしたりとかしてこうやってやって。 ここうやってて閉じてあげるこれで下巻きテープ完成例えばこういう細かい作業やだっていう人なんかはこれこれやっちゃう <laughs> これはさっきと同じこうやって合わしてこう上を合わせてちょっと上隙間開けるんですよ 5mm ぐらい開けてで下もこうやってグリップのところでこうやって印つけてこっから。 こういううテープでこうやってこうやってつけるんですよこうやってで上さっきここに液体入らないようにって言ってたこの折り返しの部分をつけるんでこれぐらいこうやってそうするとこうちょうどグリップと同じぐらいの長さこれでこうやってつけましたよねしたらどっちでもいいですけどこの片方だけ こうやってつけててこうやって片方だけ最初つけてこういう状態こういう状態にしてから上のテープを剥がしますこうやってしたら今度反対側もこうやってつけていってそうするときれいにこうやってらせんになってないんで隙間がないですもちろんきれいに。 なって、でこれさっきと同う上をこうやってねじってこの中ちょっと余白ありすぎたなちょっと汚くなっちゃったな何でもダメっすねブランクってねやっぱやり続けなきゃダメ継続する力どうでもいいんやその話 <laughs> こ,こうやってやってごめんなさいね汚くて本当に大型出ちゃいましたこうやってやってそうこうやってつけてあげて今ちょっと家の中なんでガソリンできないですけど このちっちっゃい穴ここをティーとかでもいいんですけど僕は指でやっちゃいます指でこうやって押さえてこの中にガソリン入れるんですよホワイトガソリンホワイトガソリン入れてで半分ぐらいまで入れるんですよ半分ぐらいまで入れて上をふたして全体にこうやってなじませるジャカ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 って。で中全部にガソリンついたたなと思ったら なんかの容器の上にこうやってクラブを置いて、で、その中に入ったガソリンをテープの一番上からこうやってジャーってかけて、テープ全体をガソリンで浸すんですよ。ガソリンをかけて、粘着をふやかせて、その最中にバッて入れるんですよ。それがグリップ交換のポイントになります。僕これ今、せこい技使ってるんですよ。それせこい技何かって言ったら、めんどくさいんで、このシャフトって、このボコ、ボコ、 ボコってステップがあるんですよステップがあるシャフトの時にグリップ交換ってすごいめんどくさくてテープステップが今ないところやってるんで綺麗に巻けてるんですよこういう螺旋に巻いてもでもこういうステップがあるとテープとテープが重なっちゃうんですよねなんでなるべく重ならないようにちょっとずらしたりほんのちょっと曲げたりしてステップのところをかわしていかないとテープとテープが重なっちゃうんですよ重なるのと空いてるのどっちがいいのって言ったら空いてる方がまだいい 重なることはもう良くないので、それだけはやらない方がいいですね。絶対シャフトって切るんですよ。バットを切るんで、こっち側切るときに、この、こっち側までグリップをテープ巻かなきゃいけないんで、絶対ステップのとこ巻くんですよ、何回か。何歩しか巻くんで、その時をうまく通過してあげられれば、あとはこっちはステップがないんで、 綺麗に巻けます。なんでそこのステップのとこだけなるべくテープが重ならないようにしていただいた方がいいです。ダイナミックゴールドを使ってる方はダイナミックゴールドってまっすぐな部分が要はステップがないところが少ないんですよ。他のシャフトに比べて。なんでグリップの中にもなんかトルクまた呆れてますけどグリップの中にもステップが入り込むんですね。なので右手が細く感じるんですよダイナミックゴールドって。お使いの方わかると思うんですけどそうするとよくダイナミックゴールドでやる技っていうのがこっち こっちの右手に来る方の下巻きテープを2回巻いてこっち側を1回で下巻きテープの量を変えるとそのステップで細くなった部分をなんとなくこっちと同じ太さにできるという気持ち悪いマニアネタ。<laughs> あります。ショップの方なんか知ってる方はどうしますとか聞いてくれる方も結構いらっしゃるんですけどダイナミックゴールド使っててどうしても右手が細いよって感じる方なんかはそういうテクニックを使っていただいた方がいいです。特にゴルフプライドなんかはテーパーがきついのでこっちの太さとこっちの太さでこっちの太さの方が細いんですよ。なので余計にダイナミックゴールドで入れるとこうやって感じるんですよね。なので右手の下巻きテープだけ こっ,ちこっちだけテープを増やしてもらって右手も多少太く感じさせる太くっていうかこっちとそこまで差が出ないようにテープを巻いてあげる方がいいですね。でご自身でやられる方もしいらっしゃったらと思って今やりますけども2回巻くポイントはこの1回目きれいに巻けたとしたらこの1回目に巻いた真上になるべく巻かないでください。 こうやって巻いいててくださいこうやって、うん、とこの線の合わせ目の真上にこうやって巻く感じなんでこうやって線を隠すような感じでこうやって巻いていく。 で2回目巻く時は2回目パッてもう両面テープの上に両面テープを触っちゃったらなかなか剥がせないんでこの辺でこうやって本当だっあ今のもポイント <laughs> <laughs> 本当はこうやってシャフトに対して90度で切って平らにした方がいいっていう人と僕みたいな雑な方がもしいらっしゃればこうやってもう。 カッコつけるポイントだっつって、こうパッつって切っちゃってこうやってやっちゃってもいいかなと思います。こうやってやると。 こっちが2回で、こっちが1回で巻いてるんで、右手も多少太さを出してるんで、そこまでペーパーに感じない。こういう風に感じないんで、こういうやり方もあります。これ、軽量スチールは太くなってるんで、この辺しかステップが入らないんで、そんなにやらなくていいと思うんですよ。ただ、そのダイナミックゴールドの特にウエッジなんかは余計この辺細く感じるんで、丸山さんなんかは現役の時3、2、1回巻いてたんですよ。それぐらい、 結構デリケートに太さを手にくるんで、それぐらい書いてる方もやっぱいますよね。なんで、いろいろカスタムして、見えないところで人と差をつける。それいいですよね。そういうことをやっていただくといいかなと思います。もう本当ね、登録が呆れちゃってんですよ、もう本当に。ね、ざっと下巻きテープの巻き方、参考になればなと思って撮っていきました。 こういう本当マニアックでもう見る人何人いるのっていうネタもやってます <laughs> なのでぜひこういうの気に入っていただけたらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますでは今回の動画グリップ効果の下巻きテープですね以上になりますので最後までご視聴ありがとうございました